こんにちは、ゆうです。今日はクロップパーティーさんで購入したダイヤスタンプのご紹介と、実際にそれを試してみたいと思います。それではスタート。まずはじめにこちらです。じゃーん、ローンフォーンの台です。このローンフォーンのボーダーシリーズ、ボーダー台シリーズすごく大好きで、何個か持ってるんですけども、これは可愛いなと思いつつちょっと見送ってました。がしかし今回ブラックフライデーセールに出てたんですよね。まあ思わず飛びつきました。これ絶対可愛いと思います。これ木なんです。木のボーダーになっています。これ実際に後で抜いてみますね。でお次がこちらです。これがコンコーダンラインスの、最近私がハマっているブランドなんですけども、このコンコーダンラインスというブランドのスタンプです。すごくベーシックな数字のスタンプなんですけども、これデタ面の数字とあと枠の数字があるんですよね。しかも結構大判、大ぶり。このタイプは持ってなかったので、実はこれは別にブラックフライデーセールでも何でもなくて新作なんですけども、今回購入しました。これ大きさ的に測ってみると結構大きいんですよね。インチで言うと 1.75 ぐらいで、センチで言うと 4.5 センチぐらい、結構大きい。いいですねこれ。でこれの付属の台が、同じこの数字の台もあったんですけども、これはちょっと手が出せずに今回はスタンプだけ購入してみました。このアンドも入ってるんですよ。アンドいいですよね。これ使えそう。これバラバラでも使えますし、重ねても使えるかなと思って、すごく楽しそうです。でお次がこれ、これも同じくコンコーダンナインスというブランドの、今度は台です。これも新作かな。これもブラックフライデーセールではなくて普通の定価で買ったんですが、新作かな、1個前かな。これ各シーズンのモチーフが入ってるんです。例えばこれが、雪、冬でしょ。でこれが春、お花で、これがクリスマスツリー、あ、こっち秋ね。秋がこのかぼちゃ、冬がクリスマスツリー、あとは虹や星や風船など、一番使いやすそうなやつが詰まってる感じですね。これかわいいと思って、これも実際今日抜いてみます。今回はなんとこの3つのみなんですけども、ちょっと最近ね買いすぎてたんで、もう厳選に厳選を重ね、ブラックフライデーセール本当魅力的なものがいっぱいあったんですけど もう今回はこのグッとこらえて、このローンフォンの台だけにしました。であとはこれが新作の定価で買ったやつになります。では実際に試し押しをしていきます。まずはこのクリップブックのリフィルに押していきたいと思います。はい、数字をランダムなんですが並べました。ミスティに乗ってて押してみます。うん、綺麗。
ごい整った感じの数字で何でも合いそうですね、これなら。次は外のラインだけのスタンプ、あ、すごい細い細い、綺麗。あ、これはいい、これはいいですね。この外枠に今度はベタ面のスタンプを重ねて押してみたいなと思います。あ、綺麗にできた。はい、重ねても綺麗。これあえてちょっとこれずれちゃったんですけど、もっとずらして重ねてあげてもいいですね。このままでベタ面で使うか、外のラインだけで使うか、重ねて使うか、あるいは重ねるんだけどちょっとずらして使うか、あとはこの外枠の中にこう模様をつけてあげてもいいですし、色鉛筆とか塗ってあげてもいいですね。かわいい。これアルバムにも使えるし、スクラップブッキングのレイアウトにも使えそうです、大きいので。あ、いいですねこれ。では次は台の試し抜きをしていきます。台を買ったらまずやらなきゃいけないことがあります。それはこの接続部分を切り取って分解していくことです。メーカーによってはこれがもうなくてそのまま使えるメーカーもあるんですが、このローンフォンやコンコーダンナインスはありますね。なのでこれを分解していきます。まず台紙に貼り付いているのでそれを取ります。そしてこの分解の仕方なんですが、こう折ってあげると取れるは取れるんですが、よいしょ、こんな感じで取れるんですが、ちょっとここが目立つかな、ここはちょっと触ると痛いかなと思うので、私はいつもこれでパチンと切っています。こうやって切ってあげるとあんまり目立たない感じになります。これだとちょっと痛いので、これもさらにポチ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 やっていきたいと思います。で、これかなりポーンと飛ぶのでゴミ袋の中でやった方がいいと思います。もうあらぬ方向に飛んでいくので、ではやっていきます。はい、全部解体できました。それではこれを早速台カットマシンで抜いていきます。台が小さいのでこういう歯切れで、ほんとこう途中まで使ったこういう歯切れも使って抜けるので、こういうのも取っとくといいと思います。
はい、とまずローンフォンのこの台が抜けました。これすごい。まずこの木の部分が2通り抜けます。これカードとかにめっちゃいいと思います。これ重ねて見ると奥行きが、わかりますか？この台に例えばこれを重ねるとすごい奥行き出ません？ちょっとこうずらしてもいいですし、こういう好きなところを使える、結構長いので好きなところを使ってあげて、角度とかももうちょっとここをね、台紙を大きくすればここの隙間も見えないのでこうずらしてあげたりとか、あとこれ同じ色で抜きましたがちょっと違う色で抜いてあげたりとかしてもいいし、めっちゃ使える。これでカード作ろう。しかもこれを、このパーツ多分おそらく木のパーツだと思うんですけど、ここを重ねてあげると、例えばこれが新緑、これが紅葉みたいな感じ、色を変えてあげるだけでイメージが変わった木ができるかなと思います。これが雪。もうちょっと濃いオレンジとか黄色っぽいやつとか、もうちょっと黄緑っぽいやつとか、いろんな、あと柄があるペーパーでもいいんですね。パターンペーパーとか、あのデザインペーパーを使っても可愛いんじゃないかなと思います。あとこれも横でもいいし縦でもいいし、いろんな木ができますね。このいびつ感がたまらないですね。四角でもなくて、かわいい。しかも裸の木もあってもいいですよね。ここが例えばない、このままで使ってもいいですし、いろいろできる。本当にこんな感じにして、あのカードの台紙やアルバムの台紙に貼り付けてあげるといろいろ遊べるかなと思います。コンコーダンナインスの台を抜いていきます。これ本当に細かい台なので余り紙でいきたいと思います。めっちゃ可愛い。やばい。これがツリーですね。あ、これ中も使える。これ中も使えますよね。可愛い。これがかぼちゃ。これもかわいい。
はい、全部抜けました。いやこれすごい、思った以上に活用の幅が広そうです。というのもこれ抜いてみないと分かんないですね。やっぱりこの例えばお花、これを抜くとこの2種類のお花が抜けます。このベタ面の多いお花、あとはこの枠のお花、両方抜けます。でこれめっちゃ可愛くないですか。これ例えば色違いで抜いてこう重ねたらまた違った雰囲気のお花もできそうですね。重ねても使えると思います。あとはこの虹、この虹すごい。この3本抜けるんですね。3本抜けるんですけども、3回違う色で抜けばもう3つ虹ができちゃいます。あとすごいなと思ったのがこのツリーと風船。このツリーはこれを抜くだけで、この枠のツリーはもちろんなんですが、この中も使えそうじゃないですか。この中の抜け殻、これも使えそうですよね。ここにピッとペンで書いてあげればもうツリーが2つできますね。この風船も2つ使えますね。この外枠の風船と、まあもちろんこれがメインだと思うんですが、この中の抜け殻使えますよね。この抜け殻にここでこれもペンでピローっと紐を書いてあげれば、これも普通に風船として使えます。抜け殻も、あとは雪の結晶やパンプキン、そして星。いやこれ使える、すごい。これお気に入りになりました。しまったままではもったいないので、どん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 活用していきたいと思います。これで早速手帳を飾ったりタグを作ったりしたいと思います。今回購入したコンコーダーナイスのスタンプ、そしてこの台、あとローンフォーンの台、これどんどん活用していきたいと思います。また違う動画でこれを活用して実際に作品を作ってみたいと思います。ではまたよろしくお願いします。バイバイ。